こんばんは、いきまるチャンネルです。キラ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 ーしろーん。微動だにしない。はい、今夜はですね、はい、ちょっと私とポパさん外で食べちゃいました。はい、なのでお弁当、はい、これ、私の息子に息子持ってきます。今息子、お弁当ね、はい、作ってね、はい、で息子がね青魚好きなんですよ、はい、僕の弟ですからねでね、これサンマ送られてきて、はい、私魚苦手なんですけど、はい、さばいて、はい、かば焼きにしようと思って、はい、ちょっと下味つけて、はい、つけておきました、はい、ちょっと魚臭いの嫌なんで、はい、生姜たっぷりです。このねサンマもいただいたものなのでありがとうございます。北海道の、はい、何だったかな、なんか紙なかった、そこあれ私取っといたんだけど、うん、これもね北海道のねサンマ、これですね、はい、根室のサンマいただきました、はい、ありがとうございます、はい、でこちらもいただいたんですよね。これは私が誕生日が近いので、はい、ちょっといただきました。お、どこの男からもらったのでしょうか。内緒でこれね粉つけてください、はい、水切って、こう汁ね、うん、こぼして、汁こぼして拭いて、はい、で片栗まぶして、はい、焼くというより、はい、ちょっと油多めで、うん、じゃないと焦げそうです。あ、もうだいぶ吸っちゃってるんで、うん、はい、ポーさんお願いします。今暖房をフル稼働してるんですけど、もしかしたら暖かくて眠い感じなのかもしれないね。あー、かわいい。暑いもんね、だって、うん、これでちょっとなんか温まってるかもしれない、ギーちゃん。ちょうどほら風当たる位置だから。それで、はい、うちの息子のお弁当にご飯に、はい、これナミさんが送ってくれたこれね、鶴屋さんの混ぜ込みごま梅しそかけます、はい、これをね、はい、僕の弟に後で今息子だって言ってるでしょ。はい、息子さんにね持っていきますこれだって息子さんって言って、え、ママさん息子さんいるんですかって絶対言われるから息子いっぱいいるんですよ。そうなの、ここにもいるし、決まるしはね、もう息子だからしょうがない。はい、じゃあいいですか、はい、はい、クッキングスタート。これ雪丸パウダーですか。これはですね、はい、片栗粉がねちょっとなかったの、はい、ミックスなの雪丸パウダー。今ねこうやって、あ、ちょっとバット持ってきて。バット、うん、あ、まぶした後の避難先、うんうん、早くして、はい、こんな感じでね、まぶしてちょっと油多めに柔らかく焼く感じですね。くっつかないといいね。うん、もうちょっとフライパン怪しいからね最近。うん、ギーちゃんすごいなんか黙ったまんまだね今日は珍しいギーちゃん。こんな南国みたいに暑かったらね、うん、そりゃギーちゃんだって眠くなるよ。トローンとしてるね。寝るにはまだ早いぞ、ギーちゃん。はい、まぶしまくった後ですね。そうですね、うん、ちょっとこんなが足んないかな。お、ギーちゃん、うん、羽広げてるね、ギーちゃん。お、あったかくてあれか、超リラックスしてる感じだね。そうさ、あれ小麦粉悪いんだけど冷蔵庫しまっといて。はい、はい、今上がり始めたところですね。そう、どうですか、いい感じ。ちょっと揚げたらさ、うん、1個食べてみて、パパさんが。あ、はい、食べてね、ほんと、はい、息子に持っていくのにさ、はい、味見しないでさ持ってったらあれだから頼むよ。はい、ここでギーちゃんがだんだん調子出てきた感じがしますね。うん、調理工程が入るとやっぱ元気なんだね。うん、わかる、ギーちゃん。お料理してるよ。
お、いい匂いする。本当？うん、なんかあれですね、千葉って感じです。意味が分からない。サンマってどこで取れるの？これ北海道で取れたやつ。うん、北海道以外ないの。どうなんだろう、最近あんま取れないんじゃないの、昔に比べて。ちょっと揚げたて食べてみて、川さん。これ、うん、じゃあちょっと味見してみますか、これ、うん、お、ほら、いい感じに、うん、生姜の匂いがすごいする。だって生姜いっぱい入れたもん。あっぱ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 あっぷくぷあぶがわかんない。どうどう、お、うん、あっぱ。味付けどう、うん、大丈夫、うん、全然。本当はほら、かば焼きみたいにするんだったら、この揚げた後に周りになんかタレみたいにしなきゃいけないんだけど、結構下味がついてるからつけない方がいいんじゃないかと思うんだけど。あ、甘だれ全然臭みもないし。本当、あの普通に食べれるね。あの食べれるだってすごい失礼な言い方だけど、すごい美味しいよ。あ、そう、うん、甘だれどう、うん、いる感じ。いや、このままで十分、ご飯に合うと思う、うん。じゃあいいね、タレ作んないで。うん、少し濃いめかもしれない。わかった、はい。どうですか、ちょうどいいでしょう。おお、わくか。うん、きっちゃん、サンマだって。うん、わかふわね。うん、まるっと焼いた焼き魚ね、うん、いただいたんですけど、うん、とっても美味しかった。うん、今回あの、うん、一本まんまとあれだよね、かば焼きと作ってんだよね。そう、一本まんまの時は、うん、大根おろしとね、かぼすで食べると美味しいね。ああ、いいですね、サンマ。ちょっとぎーちゃん喋って。はい、では第二陣スタートですね。これを持っていくわけですか。はい、ご飯がね、多分まだね20分だ、まだ時間がある。あれだ、息子にスープも持ってってあげなさい。あ、いいですね。あの最初かば焼きって言ったんですけど、うん、結構下味が強く入っちゃってるんで、うん、たった揚げです。たった揚げ、うん、かば焼きって言ったらね、ちょっとタレ作ってね、うん、あれすんですけど、タレいらない、なし、あ、味がしっかりついてるから、うん、だなのでたった揚げに変更です。たった揚げ、たった揚げいいですか。うん、これをね、こちらに、あとご飯が炊ければ完成ですね。そうですね、はいね。あ、めっちゃご飯大盛りじゃないそれ。なに、そうでもない。何言ってるの。あ、そっか、若いんだから食べるの。あ、はい、失礼いたしました。はい、あ、美味しそうに炊けてるパパさん、さすがだね。ありがとうございます。水の分量がバッチリです。はい、はい、その時の気温と湿度によって水の量がちょっと変わるんですよ。そうね、ほんとそう。なんでそれを体感で感じ取って、その微妙な変化をね、反映してるというか。すいません、嘘です。いや、ほんとにその話ほんとなんだけど。いや、ちょっとなんか、あの言葉が続かなかった、これ以上。いや、季節でね、水の分量変えないとね、うん。どうですか、これ、ふりかけ。いや、美味しそう、ナミさん、ありがとうございます。すごくいい匂いしてる。美味しいよ、このままね、ごま食べても美味しいよ。ぎーちゃんもなんかちょっとあれじゃない、狙ってない、お弁当。あの、あれ、ゴムと箸がない、はい、あら、用意してもらうか。え、持っていくときどうする、大丈夫、そのままの。もうすぐ食べるからいいね、うん、ホチキスとかで。ホチキス怒られちゃうか。はい、ごちそうさまじゃないね、これはね。これは何だろう。あの今あのウーバーイーツ、あ、ウーバーイーツしてきます。はい、お疲れ様でした。はい、ウーバー気をつけてください。いってらっしゃいませ。いや、あなたが行くんでしょ。はい、で、あの山椒のね、粉入ってるから、はい、あのかけてって言っといて、うん、で、スープね、はい、手作りじゃないのね、インスタント。はい、じゃあこれお願いします。はい、はいはい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。